お疲れ様です。ポンタです。今日も信長の野望波動実況していきたいと思います。チャンネル登録お願いいたします。まあ、こんな感じでですね、毎日僕動画を上げてるんですけれども、そうするとですね、たまに、まあちょっとこういう状況があって今困ってんだよね、みたいな声がいくつか来るんですね。っていうか、困ってる声しか来ないですね。なんなら。まあそういうですね、声を集めて、まあ、代表的な3つをですね、皆さんの方にご紹介していきたいなと思います。まあ、付箋が多いとか、まあ、そういうところはですね、今まで散々言ってきたので、ちょっといつもと違う視点で、最近多いことをですね、言っていきたいと思います。で、明日、信長の野望の日というところで、大型アップデートが発表されるのかなと思います。で、3月30日はですね、かなりいいニュースがたくさん皆さんにご紹介できるかなと思うので、まあ、今日はですね、はい、ちょっと、ここ行けてないなみたいな、明日治るといいなみたいなところをですね、ご紹介していければと思います。3つですね。この3つ、皆さんにとってもですね、あるあるだなっていうところもあれば、いや違うよって思う方もいるかもしれないんですけど、まあサーバーによって違うかもしれないんですが、まあ少なくともシーズン2でこういうことが起きてるっていうのをですね、まあ皆さんにも分かっていただければなと思います。すいません、後ろ向きな話ですけれども、はい、違うところは違うかもしれませんね。はい、3つあるうちの1つ目。後ろ向きなこと一つ、シーズン2になって困り始めたこと、前はなかったことですね。ローディングが多いと。まあ、前からですね、割とこう、クラ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 、こう、黒く、くる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 、まさにクラクラ違いますね。別のゲームです。くる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 ですね、こう、赤が回るんですよね。なんか、そういう時にですね、なんか、待たされる時間多いな、みたいな、そういうゲームだったんですよ。特にスマホはね。まあ、こんな風に今僕パソコンでやってるので、僕バカだな、パソコンでやってるんでですね、結構割とサクサク動くんですけど、あ、出た出た。こんな感じで、くるくるですね、変なのが出るんですよね。こういうのがですね、特にスマホで長くて、めっちゃ困ってて、ゲームのですね、はい、ちょっとこう、快感を削いでるっていう声がすごいいただくんですよ。スマホの方に特に多いですね。はい。で、これ前聞いたんですけど、まあ、0.1 秒遅いからなんだみたいな風に思っちゃいけないらしいですね。やっぱり 0.1 秒っていうのは1日ずっとし続けると1分ぐらいの差になってきて、1年だと365分ぐらい、5分ぐらいの差になってくるわけですよ。だから、たかだか 0.1 秒のラグが1年かけるとめちゃくちゃですね、こう、ストレスの差になってくるので、それでやめやすいっていうところで、舐めちゃいけないゲームをした時の感覚っていうところですね。やっぱりですね、このパッと押した時に少し待たされるみたいな時間が長ければ長いほど、やっぱり結構嫌だなみたいなところがあるんですよ。なんでそういうところをですね、解消してほしい。技術力に結構、大丈夫かなみたいなところなんですよね。こういうパッと押してすぐ気持ちよく画面が切り替わるっていうのは、かなり技術力とかで問われるのかなと思っています。で、まあ、そういうもっさり感はですね、割と CBT 時にあって、まあ、テストですね、サービス開始前のテストの時にあって、これ大丈夫かな、もっさりしてんなと思ったんですよ。でも本番だったら解消されてたんですよ。やっぱすげえな、光栄さん、その辺のところは直したんだなと思ったんですけど、また戻ってきたんですね。これ多分、人数がサーバーに増えたからかなと思いますね。一つのサーバーに人数がバーッと増えたので、まあ、サーバーのこう転送速度が上がって、上がってというかですね、転送速度が下がってしまって、それでもう、まったり、っていうかですね、そういった感じのゲームになっちゃってるなっていうところで、このもっさりしたこのローディングはなくしてほしいっていうのが1点あるかなと思います。皆さんどうですか？ローディング多いとか思いません？はい。全然ないよって方すいません。スーパーコンピューターでやってるのかもしれませんけども。はい。羨ましいなんてところで、スマホはボロボロに遅いです。はい。で、その次ですね、2番目。睨み合いが多いっていうのをよく聞きますね。僕、これ経験してないんで人に聞いた話なんですけど、めちゃくちゃですね、大部隊同士が睨み合ってるっていう話をよく聞きますね。まあ、付箋でもともとですね、こう攻められないっていうのが多いっていうのは前からはあったんで、それは今でも続いてるんですけど、付箋だけじゃなくて、大部隊同士で睨み合っててめっちゃ暇ですみたいな話、やることがないですって言って。で、僕のですね、はい、YouTube チャンネルあるじゃないですか。で、検索された言葉がわかるんですよ。どうやって引っかかったかみたいな。で、信長の野望は波動っていう言葉で検索して僕のチャンネル来る人結構いるんですけど、信長の野望は波動、その次はですね、やることがないっていう検索で、うちのチャンネルをですね、探し出した人がいて、どないやねんって、どういう気分でやることがないで検索するんだって思うんですけど、まあそういう人も結構いるぐらいですね、やることがない。まあ付箋でやることがないのかなと思ったら、結構大部隊同士の睨み合いがすごく多い。というところですね。まあ、特に僕こう映してるんですけど、こう狭いとこあるじゃないですか。こういうですね、ここからしか攻めてこれないみたいな、細いこうですね、
下呂温泉から、はい、上野福井県に行くみたいな、そういうルートとかにですね、めっちゃ人がこうあるみたいな、そういう大部隊同士のにらみ合いで攻められないというのが結構多いと聞いています。これなんでなんですかね。でその人に聞いたら、なんかいや大名同士の統制がシーズン2取れてるから、まあそうやってにらみ合ってんだよみたいな。で伏線もあって、ちゃんと伏線の外交とかもあって、余計なところには脇目も振らずここで攻めようっていうところで、みんなで意思統一が取れてるから、そこでがっつり組んでるんだよみたいな感じのこと言ってたんですけど、まあサーバーごとに違うのかもしれませんが、まあとにかく大名家が減ったこと、まあそして人数が増えたことかな、一つの大名家あたりの、それでめちゃくちゃですね、がっつりした睨み合いっていうのが発生しているというところです。本来大部隊同士の睨み合いっていうのはめっちゃいい面白いポイントだったんですよ。ゲームで言えば大部隊同士が睨み合って、まあ、30人40人50人60人のプレイヤー同士がですね睨み合ってもうガチでやり合うなんてめちゃくちゃ楽しいポイントじゃないですか、まあ、だって子供の頃考えてもそういう鬼ごっことかですね、はい、ドッジボールとか人数多いほど楽しいじゃないですか。でもそれが単なる睨み合いで何もやることがつまんないってどないやねんって感じなんですよね。せっかく大人数集まって睨み合いしてるんだから、まあ、そういうの面白く消化できるといいなっていうところではありますよね。はい、まあそんな感じで大部隊同士の睨み合いが多いっていうのはですね、2人ぐらいいらっしゃったかなっていうところで、はい、共有させていただきました。はい、皆さんのところ大部隊同士の睨みはありますでしょうか。あるいはもうこう戦場がですね、いろんなところに散らばってますでしょうか。まあサーバーごとによって大きく違うのかなとは思います。はい、でその次がですね、まあこれ3つ目ですね、最後のところ、資源が足りない、とにかくみんな言いません？はい、資源が足りねえよ、資源が足りねえよってめちゃくちゃいろんな人に言われて、まあ、実際僕もですね、これサバアカなんですけど、本アカの方がですね、めちゃくちゃ足りないですね。はい、やっぱりなぜかなと思ったら、まあ、一つの大名家ごとに人がいたりするので、まあ、それで僕の大名家は全然ですね、まあ、強くなくて資源値が限られてるので、でそれで全然ですね、資源が入ってこないみたいな感じで、もともとこのゲームって資源が足りないような設計じゃないですか。はい、奪い合ってほしいみたいな、農民をさせないぞっていう強い意志のもとに設計されてるんですけど、でまあでも状況に応じて農民にせざるを得ない時みたいなのがあって、でそれで結局ですね、資源が足りない、で前線で戦って勝ち取ったりしたら、じゃあ資源があるのかって言ったら、またそうでもないぞみたいな感じになっていて、どうしてかなって言ったら、やっぱり AB の資源値をですね、大幅に減らされたんですよね。はい、というところで、どないやねんっていうところですね。で9割がですね、実は農民なんですって。まあ、この信長の野望はちょっと違うと思うんですけれども、大体のですね、ゲーマーって、こうなんとなくログインして、なんとなくこう資源を取って、なんとなくですね、自分の村を育ててにんまりで取る、こうですね、ゲームのを落とすみたいな、そういう人がめっちゃ多いらしいんですよ、キャラを育てて。キャラを育てて、村さえ育てば戦争なんかどうでもいいよっていう人、普通のゲームはやっぱ9割ぐらいいて、飲まないのは波動って分かんないんですけど、ひょっとしたらまあ、それより多いと思うんですけど、言うて3割ぐらいがガチプレイヤーで、残り7割っていうのは結構まったりと、自分のアカウントを育てるのを楽しみにしてるみたいな人が多い可能性があるんですよね。で、その7割の人たちが、もう全然村が育てられないわけじゃないですか。そうすると、まあ、なんだこのゲームつまんねえやって感じなんですよね。はい、農民うぜえみたいな感じに思う人たくさんいると思うんですよ。このゲーム農民が得しちゃうとやっぱり損だよねみたいな感じのなっちゃうんですけど、でもね、やっぱ人間は特に日本のスマホゲーマーってもう9割が農民だというところを理解してください。その農民の人たちがつまらないってやめてっちゃうゲームっていうのも、それはそれでどうなのかなって思ったりするんですよね。で、いやいや、そんなやつら戦えよって、農民出てけよって思うかもしれないんですけど、ちゃんとその人たちが戦ってこうですね、ファーミングする、もう相手の領地を攻めるのが一番得だよね、村を育てるのに得だよねみたいな感じな設計にすれば、はい、そうすることにすればですね、農民も減っていくと思うんですよ。だからそもそもプレイヤーがですね、たくさんいるっていうのはポジティブで、で農民イコール相手を攻めるみたいな設計にすればいいのに、なかなかですね、そういうことはせずに、はい、なんか引きこもってやってる人が農民っていう定義になっちゃってるんですけど、そうです、相手の村を攻める農民っていうのもですね、そういうゲーム設計のところもあるので、そういう風にしてもらえればですね、農民にヘイトも向かずに、その9割の人たちをですね、楽しませてゲーム長く続けてくれるかなと思うんですけど、すみません、ごめんなさい、話がちょっとずれたんですけど、資源値がめちゃめちゃですね、少ない現状で全員が不幸って今状況ですよね。まあ、特に農民の人たちがですね、つまねやこのゲームみたいな感じに地味にやめていくのかなと思っていてね。はい、でその9割の
雑にやっている農民プレイヤーがいて、残りの1割の人がですね、ガチでやっていて、まあ、1万とか何万とか課金していくわけじゃないですか。じゃあそのエリートのですね、1万の人たちが残るのがいいかっていうと、不思議なもんで働きありじゃないんですけど、あの9割の人たちが辞めちゃうとね、残りの1割の人たちもだんだん熱量が下がっていって、ゲーム自体の勢いも落ちてきて、はい、でそれでですね、課金も少なくなってみたいな感じで、熱量が下がってまた1対9みたいな感じで、農民が9割になるんですって。だからその9割 の雑にやってる人たちを残すことで、1割の人たちの熱量がですね、保持されるわけなので、その辺のところの設計うまくやってほしいなという意味で、ちょっと資源がですね、足りねえよっていうところはいろんな人から聞くので、もともと足りなかったけれども、シーズン2特にひどいっていうところは、はい、よく聞くので、皆さんですね、いかがでしょうか。うちはうまうまですって、すいませんって感じなんですけど、はい、これプレイヤー同士でいがみ合うのもあんまそこ良くないですよね、なんかね、なんで、はい、そういったところはですね、農民は農民でダラダラ続けられて、ガチる人たちはガチったからこそ農民よりも早く育つみたいな設計にするのが本道なのかなと個人的には思います。で、人数を確保したまま、人数はたくさんいたまま、このサーバーのローディングとかですね、そういうところはなくしてほしい、無駄なにらみ合いとかも減らしてほしいっていうところは、まあ、いろんな人から聞いたなというところです。皆さんはいかがお思いでしょうかというところで、はい、明日のですね、3月30日は楽しみですね。はい、信長の野望の人ということで、初めて聞いたんですけどね、信長の野望の人ということで、大きなですね、アップデートの情報があるようでございますので、皆さんお楽しみにしていただければと思います。で、交流ポイントですね、上限拡大がなんか意味ありげに来たんですよね。なんかいきなり10倍って雑だなって感じなんです。これはちょっと桁が足りないよっていうところで増やしたのか、それともウルトラレアが出るから交流ポイントはですね、多くした方がいいみたいな、そういうですね、明日のアップデートに備えても、明日のアップデート発表に備えてのこの交流ポイントの上限拡大なのか分かんないんですけど、まあ、こんな匂わせも来ましたので、まあ、皆さんですね、非常に楽しみにしていただければと思います。はい、こんなところです。すいません、バーッと喋っちゃいましたけど、皆さんはいかがお過ごし、いかがお考えでしょうかというところで、チャンネル登録ぜひお願いします。はい、まだまだ盛り上がっていければと思います。信長の波動、ありがとうございました。失礼します。